F1 に参戦するハースは、2028年シーズン末までフェラーリとの技術提携を延長すると発表した。ハースは2016年に F1 へ参戦を開始した時から、フェラーリと提携を結んできた。彼らはパワーユニット、ギアボックスをはじめとした部品をフェラーリから調達し、フェラーリの本拠マラネロの風洞やシミュレータを使用しつつ活動してきた。 F1 は2026年から新しいレギュレーションへ移行し、パワーユニットも新しいものが導入される予定で、カスタマーチームも契約に向けて調整を進めてきた。そしてハースは広く予想されていたように、フェラーリとの関係を継続することを選んだ。今回の契約延長でハースはこれまで通り、マシン、パワーユニット、 オペレーションと後半な面でフェラーリと可能な限り緊密な取り組みを続けることになる。ハースの小松綾を代表はフェラーリとの契約延長に再し次のようにコメントを寄せた。スクーデリア・フェラーリと我々の関係を2028年まで継続することができ、嬉しく思います。我々はこれまでフェラーリのパワーユニットでのみレースを行ってきています。 次のパワーユニット規則となっても安定性が続くことは、我々の開発を進めていく上で重要な部分になります。スクーデリア・フェラーリとの関係は常に特別なものになっていました。彼らはこのプログラムの初期の始まりの時期に重要な役割を果たしてくれて、過去9シーズンを通じて我々にとって重要なテクニカルパートナーであり続けています。この先、 さらに数シーズン継続していけることを嬉しく思っていますし、我々のプロジェクトを信頼し続けてくれたスクーデリアフェラーリのフレデリック・バスールやその他多くの人に感謝したい。今回の発表はマネーグラムハース F1 チームの長期的な野望のほんの一発です。我々はこのスポーツへの投資、そして成長を続けていきます。